おはようございます。ひろみちゃんありがとう。チラッセンキュー。あなたはイキリストくんと仲良くしててこっちには来ないで、もうさようなら、なんちゃってみたいな。そうで、ひろみちゃんが結構イキリストくんのね、その前科のこと詰めるようなさ、なんか脅迫みたいな LINE をイキリストくんに送ってたのよ。なんかひろみちゃんはね、もうさ、落ち着いた方がいいよ。そう、酔っ払った時とか送んないね。静観してた方がいいわ。でしゃばるとね、いいことないからね、ひろみちゃん。せっかく仲いい仲も崩れちゃったりとかさ、そういうのあるからさ。そう、相手がなんかね、こうガッてやってきた時は静観するのが一番かな、みたいな。それがもう配信者になるかだよね。本当に。そうやって配信者とめっちゃ絡みたいんだったな、みたいな。多分もう聞いてないと思うけどね。もう違うとこに行ってると思うけど。なんとなくそんな感じするけど。あ、痛い。なんだって？向こうから電話来たのよ。あ、そうなの？でもさ、もうブロックとかされてんだから関わんない方がいいよね。それでしつこく、電話とかかかってきてもスルーすりゃいいんだよ。そうでしょ？あっちにブロック入れられてんでしょ？そういうことだからさ、ブロック入れられるってさ。最近だって多いもんね、リスナーさんもそうだし、配信者同士もそうだし、その歌える歌えないとかさ、めちゃくちゃ多いじゃん。ね。だから、そういうなんか些細なことでね、そういう風になっちゃうんで、今の世の中さ、めんどくさいかな。お金持ってたらなおさらだからね。嫌なんだよね、こういう話するとババアがいっぱい出てくるからね、ここね。もう、アカウント名見てごらん、幸子とかさ、みち子とかね、ゆり子とかさ、ひろみとかさ、いっぱい出てくるんだよ、こう昔話すると。そうって、あったみたいなね、昔はこうだったのみたいな。わかるってね、こうよとか。そう、老人ホームになってんだよ。これ大変よ、私がね、あと10年配信してたら。もうここは、ねえ、老人ホームになるからね、みんなね。ほんと、病気の話、食べ物の話、昔の話みたいなさ。で、企画とかも変わってくるかもね。ベストヒット、80年代とかさ、みんなでやってね。ランキングつけたりとかさ。そうでしょ。で、料理配信もティラミス作ったりとかさ。昔流行った食べ物を作ったりとかね。面白そう。いやね、そういうね、昔の話とかするとね、今度若い子がついていけなくて、今の若い子って、そう、ついていけないともう出てっちゃうんだよね。その話を知ろうとしないんで、もう自分の知らない話は聞けないみたいなさ、そういうとこあるんだよ。あんまり昔話をしすぎもよろしくないよ、若い子に向けてね、やってんで。だから、新しい話をしすぎると今度おばちゃんがついてけなくなるしね。じゃない？今度はおばちゃんが何その新しいゲームって、ね、私たちゲームやんないしとかさ。そう。な、難しいよね。若い人とさ、年寄りがいるとこはな。いや、私は、話すときは大体自分の同い年ぐらいの人に共感してもらいたくて話してんのよ。40ぐらいの人に向けて話してんの、いつも。同い年ぐらいの感覚でね。そうそう。だってリスナーさんもそれぐらいが多いからさ。昨日の夜何食べた？なんで気になるの？マクドナルドを食べましたね、昨日もね。あ、でもね、ダイエットは来年から始める。完璧に。なぜかというと腰にも来てるし、まあ動きづらいというので階段登れるよりもゼーゼーしちゃうし、みたいな。来年から動き出しますよ、がっつり。これ何？タオル？すんごいんだけど、これ。なにこれ？やばくない？これタピオカだとダメな人はダメなんじゃないの？
気持ち。でパッと見、なんか秋冬って感じよね。秋冬のマフラーっぽくない？こう巻いてれば。パッと見。秋冬のなんかさ、ジャガースタイルっていうの？レパート柄みたいなさ。ねえ、ディオールっぽいよね。なんかね、ディオールでこういう柄あったよね。ディート。あるよね、ディオール。こう茶色っぽくてね、ロゴが入ってるやつ。これはさ、何に使えばいいのこれ。なんで笑うの？だってひでまめだって今笑ってると思うけど。ねえ、もうね、悲しんだりとかする顔を見せんのね、やめようと思ったのよ。ね、ひでまめの死もネタにした方がいいんだよ、私は。そうなの？そっちの方が喜ぶと思うんだけどね。うん、私の悲しんだ顔はね、多分ひねまは見たくないと思うんだよ。ね、私のガチ恋になったかな。そう。いや、死んだ時は私大変だったよね、本当にね。もう胸何も考えられなくなっちゃったし、もう胸がぽっかり開いちゃったし、みたいな。もうかなり動揺したけどね、ひねまも亡くなった時さん。うん。多分みんなもそうだったと思うよ。あの好きだったリスナーさんとかさん。でも時間が経つにつれてね、あれからもう1年経ってるし、ね、そんな毎日ね、泣いてるわけにもいかないの、生きてる人たちってぶっちゃけね。そうじゃん。立ち直ったりとかさ、前に進まなきゃいけないんだ、私たちは生きてんだから。うん。いや、そういうこと。で、この間ね、麦わらのれいくん、この話したっけ？麦わらのれいくんがさ、恐れ山行ってね、いたこ。いたこでね、ひでままをさ、高齢の術で下ろそうとしたら、ひでままはね、拒否したらしいんだよ。なんか悩んでるらしいんだよね。降りてきたくないみたいに今。そう、降臨拒否されたみたいな。なんなんだろうね、なんでも喋りたくないってことはどういうことなんだもん。だってさ、こうやって降りてきて、いたこ、ね、いたこさんっていうさ、こう、霊媒師みたいなのがいるんだけど、その人に降りて直接話せるみたいな感じなんだよ、亡くなった人と。そこを拒否するって、なんでだろうって、霊君と喋りたくないのかな、みたいな。めんどくさいのがね。ほんまに信じてんの、いたこなんて嘘。じゃあ世の中にそういう人たちがいるのはなぜ？たくさんいるじゃん。そこよね。本当に嘘っぱちだったら、ね、未だにお化けを見たとか言う人もいないだろうし、なぜなの？じゃあ逆にそれが嘘だっていう根拠を出せないじゃん。お化けがいるとかね、人が死んだらどこに行くかも分かってないんだよ。科学的な根拠も出せないじゃん。どっちも分かんない状態なんだよ。そうでしょ。で、お化けがこの世にはいませんってね、科学的なデータを出せる人なんていないじゃん。魂がないですよとかさ、輪廻転生しますよっていうのいないよね。まだ原因が解明されてないわけよ。世の中は、ね、9割以上がまだ解明されてないの。ね、海の深海の底もね、調査だってできてないし、地震の予知だってできないし、宇宙だってね、99.9% 分かってないし、みたいなさ。そう考えると、ちっぽけじゃない？そういう考えって。ね、それがもう鼻からないっていうのが、おかしな話になってくるんだよね。うん、そうでしょ、うん、ちっちゃな世界や。ただイタコはちょっと怪しいけどね、テレビ番組とかで見ててもちょっとね、テレビ番組向けにやってるなっていうのはあるけどね。でテレビ番組でさ、マリリン・モンローを下ろすとかやってんだよ。私マリリン・モンローって日本語で喋んだよ、怪しくない？私マリリン・モンローよとか言ってさ、で普通さ、あっちの海外の人だって英語喋るじゃん。普通にマリリン・モンローよ、よろしくねとか言うね。ただその霊能者とか言うにはね、言葉は関係ないんだって。死んだら
日本語も英語もじゃなくて、こう気持ちで伝えられる、あの、変換できるみたいな、そう。そう。海外の人でも、そう乗り移ったら日本語で喋れるみたいな、そう。怪しいじゃん。都合がいい、それ。そう、テレパシー的だね。でも私はお化けはいると思うよ。UFO はね、みんなちょっとだって思う人いると思うけど、お化け的な存在はいると思うよ、絶対に。うん。なんかああいうさ、貞子のさ、映画みたいなお化けはいないと思うけどね。うん。だってそれを否定しちゃうとさ、なんで墓参りとかするのって感じよね。そうじゃない？別に、死んだ人をさ、焼かなくてもいいし、みたいな。そのままほっとけばいいじゃん。腐るまでさ。土とかにポイってさ、スコップに投げてね、うん。そういう気持ちがみんなあるからこそ、うん、心の中では肯定してんじゃないの？そう、魂とかさ、お化け的な存在？うん。もしもし。ヘイヘイ君？はい。これ今放送中なんだけど。はい。これは言えないことかと、放送中に。なんかさらっと。まあまあまあ。さらっと言うと、まあ、うん、あれよね。何系なの？いや、普通に、エステ受けてください、専念してくださいみたいな。それ何？リスナーさんのお店？俺の、まあ、友達の会社の関連の。へぇー。それどこなの場所、大体。大体でいいよ。恵比寿。あ、いいじゃん。うん。いつでもいいの？一応、それで、うん、まあ、向こうと連絡して、まあ、予約いつするかっていう話なんだけど。何、平野くん今東京にいるの？東京。何、こっちにお家借りたの？あ、俺マンスリーマンション借りてるから今。ああ、マンスリーね。そうそう。あ、じゃあお家はまだ西成なの？うんうん、まあまあ実家やけどね、実家。そう。そうそう、あれやりたくなっちゃった私と。あ、まあまあそうね。ね、ほんまにちょっとね、うずうずするかなと思った。またそういうこと言って、他の女とやってんでしょ。いやいやいや、そんなことないよ。最近なんか暴露されてないの、女関係は。なんもないよ。ん？なんもないよ。ちょっと、なんでちょっと楽しみになってんの、それ。何が？じゃあ普通の健全な男子だとない方がおかしいかなと思って。そんなことないよ。逆に気持ち悪いよね、ない方がね。いやいや、ほんまになんもないよ。ないの？ほんと、ないよ。そうそう。じゃあそれ何、何、うん、エステのやつ、進めて、じゃあ話を。あ、ほんと？分かった。ほんだら、ちょっと、私、つなごね。うん。それで打ち合わせすればいいんでしょ？うんうんうん、そうそうそう。うん。OK。分かった。それだけね。うんうん。うん。オッケー、了解です。はーい。わかりました。うん、ありがとうね。はーい。痩せんのかしら。出ました。はい。おはよう、おはよう。どうしたの、愛子ちゃん。今のさ、エステ、私も受けたい、へいへいくん。愛子ちゃんは多分無料になんないんじゃないですか。大丈夫だよ。だって一回あったよ。ただ TikTok はダメなんだよね。肌がだから。いやー、そういうのはほらお仕事が。一応聞いてよ。いや多分。私だって宣伝なるわよ。ならないっすね、どう見てもね。54歳が綺麗になる。いやいや、ちゃんとあれお仕事としてやる。ちょっと聞いて、ななちゃん。LINE、はい、の件なんだけど。はい。恋した瞬間、今日、お肌もっちもちなの。あ、今、あやこちゃん恋してるみたいよ、みんな。彼氏できるかもしれん。いや、結婚できるかもしれん。その人とはもう何回も会ってんの？いや、初めて会ったの、昨
へえ。それ写真撮ってくださいって言ったの。うん。したら付き人くんがマスクって言われたから。マスク？ほらマスクかけてたの昨日仕事だったしスピンだったから。うん。ねピンクのねでもツーショット撮ってる人は。うん。ツーショット撮ってる人に綺麗ですねっていうのは言われなかったよ。今回も慎重だからバレないように。それな。何の話をしてんのあれこっち。お相撲さんだよ。ちっちゃマスクはどうでもいいじゃん、その人たち。だから結婚できるかもしれないよ。頑張る。いい人なの？かわいい。かわいい。若いんだ。でも、相撲取りと関取りとさ、結婚したら。でも私ね、うん、だからね、その時にね、いやいやいや、全然すっぴんでも綺麗ですよとか言うから、うん、だからね、それだったら、関取結婚してくれますって言ったら、はーとかでいいですよ。いいですよって言ったの？うん。本当に？だから明日差し入れ持ってくから。プライベートでさ、デートとか行ったことあんの？いや、だからお相撲さん、だからそのね、お相撲さんの付箋に、うん、自分の名前と電話番号を書こうと思って、そしたら大体かかってくるから。だから昨日初めて会ったって言ったら昨日ね。それでたまに私のこと嫌いじゃないけど電話するの忘れてましたとか言ったり、うん、昨日何人か言ったの、うん、電話ちょうだいって言ったら、うん、分かりましたって、うん、そう、そういう人話で昨日内緒話でね、ね、耳に近づけて電話してねって言ったら、はい、みんなかわいい関取だから悩んでる。まあ、頑張ってよ、あやこちゃん。頑張るよ、結婚式来てね。もう最後のチャンスだからね。もう最後だよ、もうほんとチャンスだよ、ほんとチャンス。すごい年下だけど。なんか、おかみさんになるんでしょ、あやこちゃんは。まあ、年寄り株取ればね。相手は何歳なの？いや、20代。あらまあ、若いツバメ、つついちゃって。だから多分、年、だから何歳ってもバッチリ化粧すれば30後半とかそう言われるからさ、うん、だからエステ行きたいのよ。あのさ、マリオネット手術するから。何マリオネットって本当にね、私の金持ちが、うん、本当にお付き合いできたら、うん、愛子に50万あげるから韓国行ってきな。ほー、石灰リフト顔、あ、そういうね。そう、マリオネットしてでしょ、してでしょ、ほら、うん、さ、私ほうれい線もそうだけど、うん、石灰リフトをすればさ、ガーって顔さ上がるじゃん。あいこちゃん、でも見た目は別にいいんじゃない、中身変えた方がいいんじゃない？いや、中身変わるわよ。中身、あなたに言われたら。見た目はだって別に。あなたもペラツグ直しなさいよ。何なのよ。でも治ったよね、だいぶ ね。だからこのことはさ、言わないでねって、配信で言わないでねってことはさ、守ったよね。じゃあ、あいこちゃん美人だかな。中身じゃな、と中身が。ただマリオネ、マリオネ、いや、私中身綺麗よ。配信者になってからするんだろうと。中身汚いだろ。真っ黒だね。あなたは汚いでしょ、完全にガメついでしょ。私もそうだけど。歯も真っ黒だろ、神経死んでるかな。歯は関係ない。まあ、まあ、そしたらお金、ほら、お父さんにお金借りて、セラミックするわよ。そういう着物のもさ。でもさ、あいこちゃんさ、そのさ、エステは、お仕事でやるのよ、私がね。楽しいごちゃんです。いくらだった？ 10 万ぐらい？ 15 万ぐらい？あれも無料だよ。本当は11万円だよ、あれ。1時間。宣伝か。まあ、ちょっと慎吾さんに聞いてみよう。半額。私もでも宣伝だと思うのよ。いや、なんないだろう。なんな、TikTok 閲覧30なのに。じゃあ、ごめん、バスに乗るからさ。はい、わかった。もう言いたいだけ言ってさ、切られたわ。ちょっと掛け合いをしたかったんだよ、もっとね。ギリギリの。ダメだよね、だってお仕事で受ける案件なんだからさ、そんなあいこちゃん紹介できないよね。で、絶対なんか企業側とかに迷惑かけるだの。私でもダメな時はあるからね。あ
愛子ちゃんなんてなおさらだわな。で宣伝すりゃいいもんじゃなくて、コンプラとかもやっぱ守んなきゃいけないからね。企業が関わってくると、コンプライアンス？そこら辺に引っかかりそうだね。余計なことを口が走ったりとかするしよ。その企業のイメージをダウンするようなさ。ヘイヘイ君と愛子ちゃん面識ある？いや、ないと思う。あ、あるか。あるね。あるあるある。でも愛子ちゃんやめた方がいいよ。私も巻き込まれそうだもんね、それでね。裁判沙汰とかになりそうでね、企業相手だったらさ。ワンチャン。怖いよ、企業を怒らせるとさ、やっちょこんじゃないけど。やめた方がいいじゃなくてやめろね、オッケー。わかりました。やめます。でも私ははっきりと断ってね、愛子ちゃんダメだよって言ったよね。それ話聞いてないのはあっちでしょ？ダメだよって何回も言ったじゃん。無理だよって。そしたら、いいじゃん、ララちゃんいいじゃん、とか言ってさ。ね、マリオネットいいじゃん、マリオネットいいじゃん、みたいなさ。強気にいけ、だから私もイライラして言ったじゃん。歯の神経死んでるとかさ、言ったでしょ？聞かないかな。罰を与えたじゃないの。あ、やばい、もう9時過ぎてた。